はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。遊戯王マスターデュエル1周年記念考察チャンネルへようこそ。さあ本日なんですが、遊戯王マスターデュエルさん1周年企画に新しい情報がついに舞い込んできました。本日のジャンププラスの情報こちらです。ご覧ください。なんとですね、まあ、公式ツイッター、今朝11時なんですけど、朝11時現在公式ツイッターも、公式のゲームのお知らせも何もないんですけど、本日のジャンププラス読んでたら、急にですねこのページが出てきましてまさかのですね、ジャンププラスからマスターデュエル1周年記念企画ありますっていうお知らせがあるっていうね。いや誰が気づく、俺読んでてよかったわ、ジャンププラスでマジで。これ誰が気づくんだよこれ。せめて公式ツイッターまたはゲーム内でジャンププラスにお知らせありますって言って、なんかやるとしたらこういう情報を。いやマジで見逃すところだったわ。で何があるかっていうのをちょっと細かくね見ていきたいなというふうに思ってます。っていうか、まあ、そもそもですけど、2月の14日から開始することが決定しました。1周年記念企画、何のお知らせもないですけどね、ゲーム内からは何のお知らせもないですけど、2月の14日に、1周年記念があると。いや、結局あったんですよ、1周年記念企画は。いや、ありがとう、コナミ氏。いや、さすがコナミ。俺たちの期待をね、まあ、いい意味でも悪い意味でも裏切ってくるよね。いや、さすがコナミ氏。いや、あったっていうのはもうとても嬉しいことなんで、ちょっと内容をね、見ていきましょう。はい。で、マスターデュエル1周年記念企画、まずですね、アニバーサリーセットっていうのが発売されると。ブラックマジシャン、イラスト違い、過去、ロイヤル過去、これが配布じゃねえか、これ。なんか、セット販売だから、これ買うのか、これ。特別なイラスト&仕様のブラックマジシャンで、イラストが描かれた壁紙とかアイコンも含まれるって書いてますね。これがまあ、セット販売、今ちょっといくらになるかわかんないですけど、何ジェムかわかんないですけど、まあ、売られると。で、1周年記念のなんかブラマジ関連商品ですね、これね。超豪華な記念アイテムが、発売されるっていう。多分これ、まあ、デュエルフィールド、真ん中のやつ、これデュエルフィールドでしょうね。デュエルフィールドと、それから、デュエルケース、デュエルケースじゃない、デッキケースと、プロテクター。これめっちゃかっこよくない？これなんか20周年記念でさ、OCG で配られたなんかやつに似てるよね、なんか、雰囲気。いや、これめちゃくちゃかっけえわ。今後これ一択になるレベルだ。とあとこれはブラックマジシャンの壁紙だね。これはかっこいいね、このブラックマジシャン。なんか魔導陣まとっててすげえかっけえわこれ。とあと上の方にあるのがアイコンとフレーム。フレームこれ魔導陣じゃんクソかっこいいんですけど、めちゃくちゃいいね。今後これめっちゃ増えるんじゃない、マスターデュエル内で。なんかあと右の方に、右一番右の方になんかね、マスターパック、これ10パックだね、多分ね。マスターパック10パックと、あとロイヤルブラックマジシャンが映ってるから、多分これが、あれなのかな？アニバーサリーセットってやつなのかな？まあ、何ジェムか知らんけど、これで一応10連できるプラス、ブラックマジシャンのロイヤルもらえますよ、みたいなやつが、まあ、発売されるっていうことなんかもしんないね。これがなんと、ジャンププラスの、田口さんから、発表されると。いや、ほんと、田口さんありがとう。田口さん本当にありがとう田口さん誰なんだで、この方の下の方にね、スプライトもうんぬんかんぬんっていうのが、まあ、スプライトはもうね、お知らせありましたけど、スプライトカードが実装されますよっていうニュースもあるという感じですね。はい。いやー、まさかね、ジャンププラスから情報出るとは思わなかったんで、ちょっと困惑してるんですけど、まあ、いずれにしても2月の14日にこのブラマジ関連は発売されるっていうのは決定したので、まあ、それはすごくいいことだと思いますね。はい。まあ、なんか、1周年だったら、なんかもっと、今の環境デッキの、ちょっとあるかもしれないけど、環境デッキのなんかセレクションパックみたいなのが発売されるかなと思ってたから、ブラックマジシャンっていうのは意外だった。だから多分ね、運営もね、これブラックマジシャンが追加されるっていうのは、なんでかっていう話なんですけど、ブラックマジシャンってもともと、やっぱり遊戯王を知ってる人だったら、絶対知ってるのモンスターじゃないですか。だからね、復帰勢とか、ファン勢とかに受ける、タイプのモンスターなんですよね。ガチ勢があんまりブラックマジシャンデッキ使ってランクバー分増してるイメージはないので
ぶっちゃけのガチ向けの、あの、マスターデュエルにおいて、ここへ来てブラックマジシャン関連の商品を1周年実装するってことは、まあ、コナミさんもある程度ファン勢とか、まあ、復帰勢に戻ってきてほしいっていう気持ちがあるんじゃないかな、とは思ってます。個人的には。まあ、これは嬉しいことですよね。まあ、コナミさんがエンジョイ勢をこのゲームから見捨てできなかったっていうのが、なんか分かったような気がして、僕は嬉しかったですね。はい。というわけで、まあ、ホンダの2月の14日、明日のメンテナンス、明けなんですよ。メンテナンスが、一応ですね、何日だっけ、17時半に終わると思うので、まあ、この後の情報ね、まあ、これ以外にもあるかもしれないんで、まあ、ブラックマジシャン以外にもあるかもしれないんで、ちょっと注視していこうかなというふうに思ってます。明日は開封放送ありますんで、よかったらお楽しみに。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。